ここからは鈴木キャスターとお伝えします。はい、お願いします。愛媛の観光地といえば道後ですが、今回は私たち2人で道後の裏の魅力に注目です。行楽の秋、一味違った道後旅に出かけましょう。道後にやってきました。はい、道後といえばやっぱりこの商店街がメインストリートですよね。そうですよね。ただ今回はちょっと視点を変えまして、裏道で大人の女子旅を楽しもうと思います。キーワードは裏道です。楽しみです ね。裏道で大人女子旅とはこれいかに。2人がまずやってきたのは道後商店街から少し離れた裏通りにある着物のレンタルショップです。デザインが豊富で、履物やバッグなど小物も揃っているので手ぶらで OK です。いろんな柄があるから迷っちゃいますね。迷うよね。どうしようって思いますけど、これ今人気なものとか、はい、おすすめとかありますか？そうですね、今だったらそのなんか大正ロマン的な、なんかちょっとレースっぽい感じの、レースだ。そうなんですよ、こういう着物もありまして、かわいい。ちょっと冒険もできますもんね、レンタルだと。そうなんです、レンタルの醍醐味、いつもとは違う自分に。今回は大人の女子旅をテーマに着付けてもらいました。できました。完成、完成しました。もう大人女子の仲間入りですね。本当にしっとりよね。選んでいただいたのは秋を感じる落ち着いた色味のコモン。小物や帯の結び方でガラッと表情が変わり、旅気分が高まりますね。こちらアサンパラリーナ台紙になります。ありがとうございます。ありがとうございます。実は今回の道後旅の目的はこちら。先週金曜から始まった道後ぐるっと裏道お散歩ラリー。道後の裏道にある7つの店舗が企画したイベントで、お店を回ってスタンプを4つ集めると好きなお店でプレゼントをゲットできるというものです。道後をもっと楽しんでもらいたい、裏道っていうのはなかなか見つけられないお店もあると思うんですが、こういう用紙にすることでもっと分かってもらえたらいいなと思って、支度が整ったところで、さあ次の目的地はどうします？7店舗。そうなんですよ。どこが気になる？あ、これナチュラルワインって書いてあるんですけど、うん、これ朝ワインって書いてありますよ。朝ワイン、あ、本当朝9時から開くんだ。道後温泉本館を背に少し歩くと、ここだね、朝ワインとモーニング、はい、朝からワイン、なんかもう入り口から雰囲気あるよ。レトロな佇まいのワインショップ朝時です。こんにちは。こんにちは。わー、おしゃれ、ね、いいんですかね、こんなところ来てしまって。かつては喫茶店だったというアンティーク調の店内にはブドウ本来の味わいを楽しめるナチュラルワインがずらり1000本以上揃っています。こちらは東京で醸造された赤ワイン。いちごやスミレのようなみずみずしくエレガントな香りが広がります。綺麗な赤、これ透き通ってるよね。本当ですね、宝石みたい。本当に綺麗、ね、あー、美味しい。結構酸味がしっかりあってすっきりしてる、飲みやすいです。グビグビいっちゃう。朝からワインなんて飲むことあります？ないない、人生初。うん。こちらはちょっと変わったスロバキアのワインです。こんな白ワイン初めて見ました。白じゃないみたいよね、うん、本当ですよね、うん、琥珀色、うんうん、もう爽やか、爽やか。本当にこの着物を着ていることもあってか、高級旅館でワインをいただいているような。
朝時のワインは日本食とのマリアージュを考えてセレクトされたもの。丁寧に出汁を取ったおかゆがメインの朝食をワインとともに味わえます。まだまだ道後に知らないお店が。とここで着物の2人組を発見。もしかしてお散歩ラリー仲間ですかね。3つまで待ったんですけど。お、3つ、あと1つですね、はい、たまたまお着物を借りた時に今日からやってるんですって聞いて、ね、それなら集めるしかない全然知らなかったお店とかもあったんで、うん、ある程度は調べてきたんですけど、よかったですこれあって、はい、いいね、気分上がるね。ここかな。あ、ここ、ここよね。裏道入っていくんです ね。お邪魔します。お邪魔します。恵子さんですか。ここは恵子さんに会えるお茶屋花姫楼。通常夜のお座敷でしか見られない恵子姿を、お散歩ラリー期間中の土日祝日は特別にお昼も披露してくれます。こんな感じで、こうですね。このまま取っていただきまして、最初ちょっと強めで、あとは勢いよく泡が立つように。どうですか。だんだんと変わってきて美しい所作を学びながらほっと一息。さらにもう一つ特別な体験も。佐吉さん、ここにたくさんいろんなグッズ、アイテムがありますが、こちらの普段芸妓衆がお稽古など舞台とかに使います小道具をご用意させていただきました、はい、お2階ではこちらを使って皆様自由に記念撮影を楽しんでいくプランとなっております。芸妓さんになりきれるっていうことですか。そうですね、指が揃いまして、はい、親指でこの体を持ってこんな風にまっすぐ、チーズ。どうですか。いいね、決まってますね。決まってます。部屋には実際に稽古で使われる三味線も。おお、いい音がした。あえて視線を外すと大人な一枚に。いいですね。いいですか。お三味線とまた言葉変わった。だんだんこう観光客の方とかも皆様戻ってきたんですけれども、どうしても大通りのところが中心となってきてしまっているので、裏道には裏道の良さがありますので、それを一歩行きやすくするために自分だけのあの新しいルートを見つけてもらえたらと思います。裏道の隠れた名所で新たなワクワクと出会う、そんな道後裏道お散歩ラリーは今月25日まで開催されます。いやー、優雅な旅でした、はい、今回訪れたお店、私すべて初めて行ったお店でして、観光客の方はもちろん愛媛に住んでいる方も新たな魅力発見できるなと感じました、視点が変わりますからね、うん、裏道ということで。そしてこのスタンプラリーなんですが、プレゼントがもらえます。スタンプを4つ集めると、例えばお香のセットだったりワインソルト、そしてヘアケア商品などもらえるプレゼントはお店によって様々です。7店舗どこでも、行っていないお店も含めて一つ好きなものを選ぶことができるんです、うん、こんなプレゼントも一つお目当てに、新しい発見や出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。この後もニュースを続けます。